イスラエル人はイスラエル国の国民である。イスラエルは多民族国家であり、様々な民族的、国家的背景を持った人々がいる。多くはユダヤ人であるが、その対結果として、イスラエル人の中には彼らの国民性を民族性として捉えず、国籍と祖先に求める人々もいる。ほぼすべてのイスラエル人とその先祖は、 この200年ほどの間にこの地域に移住してきたのである。イスラエル人という場合、それはイスラエルに国籍を持つ人々であり、その中にはユダヤ人、アラブ人、キリスト教徒も含まれる。イスラエルの民族分類はレオームと呼ばれるが、ユダヤ人、ベドウィン人、アラブ人、チェルケス人、ドゥルーズ人の5社を主要な分類としており、5社に当てはまらない場合は、それぞれの出身国、 地域名が記載される。従って、ドイツ人、日本人はルリュールが、民族としてのイスラエル人は存在しないことになる。1970年、レオルグラファイル・タマリンは、レオームをユダヤ人からイスラエル人に変更する申請を行ったが、内務省に却下された。タマリンは最高裁判所まで争ったが、1972年、最高裁は、イスラエルはユダヤ人国家であり、 ユダヤ人と分裂したイスラエル人は存在しない。原告はユダヤ人の責務を果たしていないと判断を下し、タマリンは敗訴した。また、主要5者に当てはまらない外国出身者は出生時の国名が記載される。このため、ドイツ再統一以前の東ドイツ出身者は、現在でも東ドイツと記載されている。ジョルジュラファイルタマリン、V The State of i s と、 ザ・シュプリームコートシッティング・アズ・ザ・コート・フォーシビル、アピールズ・イスラエル最高裁リソースセンター UPHA17ISRE メインダケックスユニバーサルピリアディックレビューイスラエルレポートサブミテッドオン30セプテンバー2013バイバリルリソースセンターフォーパレスチニアンレザデンシーアンドレフュージーライツ国際連合人権高等弁務官事務所シュロモーサンドユダヤ人の起源歴史は どのように創作されたかちくま学芸文庫2017年 P594 ありがとうございます。